次はぜひ3人で出たいな。出たい、おかしい。こんなマネージャーと出たことないですもんね。だってね、こんなもん。でもありですよね、そのそういう企画としては。なしでしょ、そんな。いや、出たらまた調子乗んのよ。どんどん出てるんですよ。番組の公式ツイッターとかもマキ君読んで3人で撮ったりとかいろいろしてるから。出たがりやからな。そうそう。で、あいつその持ってるって言われてんの今。そう、ユリアもついてるから。ユリアンがザ・ダブルとかで優勝したら調子よ、うん、いいやん、バーンって。で、僕らもちょっと M1 とかでポンって行ってもうたり、なんかいろいろね。そうそうそう。僕らあんま関係ないけど、ユリアンを持ってるから、持ってるって言われてるの、あいつ、うん。だってほんまに、もう俺恥ずかしいねん、マジで。その、あの吉本の社員さんとかもさ、うん、その、普通に言うやん、あの、今日可愛いですねとか。そう。なんか、うわ、今日はちょっと、あの、興奮します、見てたみたいな。とか、それ急に、とか言い出して、どうしたんですか、目が合いました。俺あの一番きしょかったのがあの山崎アナの時。うわー、出た。あの小畑の小畑さん、小畑と山崎アナの熱愛がポン出た時に、うん、もうその日に会ってんな、うん、あいつに。そしたらもう激怒してる。めっちゃ激怒してる、マキ君が。そうっつって、どうしたっつったら、裏切られました、絶対僕のこと好きだったんですよ。それも絶対嘘やん。嘘やん、まあまあ、もうあいつの勘違いやから。小畑にやられました。小畑ってほんで、うん、お前先輩、先輩のタレント。そうそう、めちゃくちゃやん、うん、あの小畑もう一生許さないです。小畑と山崎全面戦争だよって言ってる。自分の会社の人間とどう全面戦争するの。どうするつもりや、小畑のこと。で、関西でも僕一応朝の番組を毎週金曜日やらせてもらってて、そこで出てる川添アナっていう方がのこと、カゾヤナが多分あのマキ君のこと好きってマキ君はずっと思ってて、ほんでずっと朝やのに見に来てくれてたんです。その朝もう5時とかです、入り、うん、朝5時やのにマキ君はいつも僕の家の前で待ってくれてて、一緒に行きましょうってタクシーで行く。で、毎回ありがとうと思ってたんだけど、あのある日突然カゾヤナが結婚します。あ、びっくりした。もうほんまそれはあれはもうびっくりした。僕らもびっくりした。結婚します、あれはびっくりした、ほんまって言った次の週からパッたり来へんやろ。もうパッタリ、ひどいな、ひどい。だから僕はもう現場来んなって言って、もあいつに誰か大人にしてくれへんのかな、大人の男に。いや、でももう可愛いってしゃあないわ。俺はもう正直もう甘やかして、まあおもろいから、うん。